てこいつ食うのお前。ということで皆さん、チャロー。ゆっくり霊夢よ。マリサだぜ。本日最初は息のいい鳥を発見したので、美味しく調理していきたいと思います。ちなみに作るメニューはなんだ？コーネリアさんはカドリのポワレ季節の温野菜とそうめんを添えて、背伸びして無駄におしゃれそうなの作らなくていいよ。普通に唐揚げとかフライドチキンとかさ。からよしとケンタッキーに行ってください。おうもうこのくだらねえ茶番やめにしろ。お前の方が美味しくいただかれそうじゃねえか。動物に先生が蹂躙される構図もそれはそれで。バカなこと言ってねえで、お前もう撃墜隊だぞ。どうすんだよ。残念、惜しくもメテオにはならずだぜ。これなかなかメテオにはならないわね。相手の別編依存だし仕方ないぜ。どん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 まあ、メテオがダメならひたすま狙うんですけどね。前回から好きやらバイムール分回しやがって。でもひたすま来るようになってから勝率上がったのよね。やっぱり鬼は撃墜タッコスリ散らかすのが正解なのか。天柱！行くの早すぎだろ。確かにあんたの復帰阻止は強烈。しかし外したらこれで即死が待ってるわよ。相手阻止するにしてもウェディ使うような展開にしたらダメだぜ。てバカ、またそんな阻止したら。天柱！え、待て、嘘だよな、さすがにまだ。嘘だ、そんなこと。ハイベレス先生相手にウェディ使う展開になるとこうなるので、下手な復帰阻止は断固として慎みましょう。料理の時間だよ。またかよ、そもそもキツネって食えるのかよ。一応食べられるらしいわよ。肉がすっごい臭くて寄生虫に感染するリスクがあるけど。お前一人で勝手に食ってしんどけ。店長、それもうわ。さあ、当たり前だけどキツネもファルコと同様、ウェディ復帰する展開になるとこうなるので気をつけましょう。阻止の強いファルコはともかくキツネは特に外でない方がいい気がするな。早く上に空母で場外に追い出してー。復帰阻止で事故らせる気しかねえなこいつ。地上の立ち回りはまともにやってもガンフリなんだから、場外戦で差をつけるのが大事なのよ。このカードはベレス使い、みんなきついきつい言ってるな。前管理する暇ないわ。下手に技振ると大概半角だし、逆に向こうのクウエムとか何も反撃できないし、地上でこじれる部分なんもないわね。あ、またこいつがけ話ウェディで悪いことしようとしてると。あれ、なんか反転ウェディになっちゃったわ。生きてる。相手反応遅れてくれて助かったな。二度だけ捕まりもある程度ごまかせるのがワイヤーの強み。それでもキツネみたいにしたすまでだけ捕まりかれるキャラには、ああいう場面作るのは控えた方がいいぜ。ていうか今の空上は防げただろ、何やってんだよ。たまには空下で暴れてみたら面白そうかなと。あんなの暴れとして機能するわけねえだろ。と言ってたら相手もすんなり空上当たってくれたわ。おとなしく急降下回避入れて崖に逃げろよお前ら。上強や DA 引っ掛けられてどんどんダメージ溜まってくぜ。こうなるとガチでやることないのよね先生。ほらお前さっきからその場上がりしかしねえから、相手に見られて上強で狩られてるぜ。はい、空下も当然先生では何も反角は取れませんと。ボックスの攻めにさっきから防戦一方だぜ。でまたお前はそれ一発でも見返そうとする。くっそ、またメテオにならなかったわね。それでも崖下からワンコンボで 40% は美味しすぎるぜ。うっ、その場受け身読まれた。お相手攻めの維持能力や撃墜の倒し方うまいな。なかなかやるじゃん。ぼったくりと初見殺しだけでなんとかリードしてる奴が偉そうに言うな。だからお前何回その場上がりかられてんだよ。いや、他の上がり方誘ってるのかと思ったんだけど、執拗にその場上がりガリ上強狙ってくるわね。どん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 きー。まあもうこれで終わりなんですけどね。立ち回り明らか負けてるくせにドンキで強引に勝ち上がって。俺らの勝ち、お前の負け、それが事実だ。帰れ、うぜー。料理の時間だよ。さすがにゴリラ肉は食えねえよ。開始早々即死しようとするな。このカードは言わずと知れたベレスのガン有利カードだぜ。いやいや、そんな有利じゃないから。ちょっとバカし即死コンがバリバリ入って復帰もかもりやすいだけで、それを人はガン有利って言うんだよ。ところで昔この動画で即死コンは外ベクで抜けられるって紹介してたら、先日外ベクしても抜けれねえじゃんとコメントが来たのよね。この動画出したバージョン11のアプデ前はこれで抜けれたんだけど、もうアプデ後はホカホカがない限り抜けることはできません。あまりにも無慈悲ということで、ワンモアやったぜ。ひどい。これドンキー側どうしようもねえのかよ。最後のウェディ後のベク編を一辺倒にしないのが対策になるわね。さっき相手は内ベク編を選択したけど、あの場合空下なら当たって横 B は当たらないからね。そこで読み勝っても 5,60% の損失は確定なの、ずるすぎるわ。で、あらまた内ベクに空下決めたけど死ななかったわね。 OP 総裁か相手のベク編のせいだろうな。まあいいや、クーエム空前で場外に出して、ゴリラ君の復帰はウェディのカモなので終わり。解散。対策のできていないビップドンキーをいじめる。これがベレスを使ってて一番楽しい瞬間よね。二度とやらんわこんなクソゲー。料理の時間だよ。カニバリズムはやめて。ということで次の相手はあれね、劣化がオガエン。いつもニコニコでメインキャラのことディスるよなお前。愛のあるいじりだと思ってやってしまいました。障子が発覚した野球部の監督かな。おっと、相手ちゃんとウェディの別編しているぜ。ガノンやキンクルとかのデカブツでも、ああやって外にずらせば追撃は入らないからね。ベレス対策の第一歩と言ってもいいな。
焼きちまったぜ。何やってんだ。なんか変な急降下が出てしまったわ。崖下から悪巧みを考えてるからこうなるんだぜ。お前今の変なまは絶対また狙ってただろ。そもそもようなことがあろうはずがございません。さっきそれでミスって死んだのにすぐ狙うのは度胸があるのか何も考えてねえのか。ほら女は度胸、男は性欲ってよく言うじゃない。全然ちげえし男をなんだと思ってるんだお前は。まあとりあえず空母で場外に出して、これでほぼ復帰は積んだので崖話ウェディで。あーゴミかせー死ねー。あんたしウェディ阻止してくるのを完璧に読まれてて笑う。だからってあんなの狙ってくるっぷー。うっぴおまけにウェディからの連携ほんと何も入らないわね。ああやって別編すれば横 B も空母も繋がらないぜ。ウェディから火力取れなかったらベレス先生下投げ食う前とかいうしょっぱい今後しかないのに。ウェディの別編の大切さがよくわかるな。それに反してこのおっさんの火力やばいって死ぬ死ぬ。完全に相手の流れで向こうはノリノリだぜ。クッソ調子に乗り上がって天長強引に寝てを当ててなんとかストックは並べたな。しかしこちらはもう何食らっても死ぬダメージ対 DA とか食らってもダメだなこれ。今の崖話横 B 読まれてたぞ。この試合で初めて見せたのに当たり前のように過労としないで。よしこのダメージならギリいけるはず。皮肉上抜く前だーって肩ミスったー。最終弾まで当てられてなかったな。もったいない。いやまだ勝ち筋は残っている。どんどんどん残念相手は外側受け身を選択だぜ。その場と内受け身に強い下スマも外受け身には無力です。はい甘い食えぬ差し込みには引き横強で撃沈。ベレスの甘えた行動みんなかられてた。必然の敗北だぜ。1ストメの事故がなかったら勝ってたので実質私の勝ちで。お前は敗北者だけ帰れ。はい本日の霊夢ちゃんクッキングのラストはこちらの植物をさばいていこうと思います。下手したらお前が食われるぞこの植物。っていうか最後が野菜か微妙な品だぜ。若い人たちは肉最高野菜なんて不要って感じでしょうけど、年取ると野菜挟まないと脂っこい肉なんてすぐいもたれするわよ。おばあちゃんからの悲しい忠告ありがとう。いやそこまで年取ってないから。あと若い頃は唐揚げにレモンとかじゃどう、そのまま食べるのが最高って言ってるでしょうけど、大人になるとレモンのありがたみがわかるようになるわよ。脂がきつくなってきた年頃にわかる救世主だな。って話してる間に貫通メテオでサクッと先制してるぜ。パックンの復帰阻止は相手に修輪眼があるからウェディ狙うより崖上から無防備な頭を空下でぶったたく方が安全ね。はい下投げから回避読み目を読み勝ってたが相手の落下速度が速くて天井なんてやねん。ごちゃごちゃしている間になんか決まっちゃったわね。動き的に最後自分から場外に行ったような気もするけど、まああんなメテオで2回も早期撃墜されたらやる気なくすぜ。それじゃあ植物を調理完了したところで今日は終わり。ご視聴ありがとうございました。